I'm Didier-san. Very glad to meet you. 人間国宝の備前焼作家伊勢崎潤さんの工房を訪れたのはベルギーの画廊経営者ディディエ・デルビルさんです。デルビルさんの訪問は備前市が初めて企画したもので、備前焼の売り上げがピーク時の4分の1程度に減ったと言われる中、ヨーロッパなど海外への販路拡大が狙いです。こういった作品は自然の一部をカットして作品にして、ヨーロッパで好まれるとされる大型の作品に関心を示したデルビルさん。名前は、はい、つけてみて。何かこう造形的なオブジェみたいなものに興味をお持ちなんじゃなという、そういう印象はありますけどね。備前焼というのは世界的に見ても類例のない焼き物で、素材から生まれる備前焼、そういったものを確かめてほしいなという感じですね。Sake items or functional items. There is a lot of dealer doing this, but as a dealer and collector, I just want to bring the medium as a piece of art. I'll try my best to do that. 頑張ります。デルビルさんはおよそ40人の作家を訪ねるほか、明日から始まる備前焼祭りにも参加する予定で、商品を気に入れば商談につなげるということです。売り上げが低迷する備前焼、海外に新たな販路を見出すことができるのか注目です。